どうも皆さん、カイトです。残酷な神の石、奇跡を解き明かすブラスフェマスをご存知でしょうか。こちらは2019年9月10日に Steam と Xbox、 2019年12月19日に PS4 と Nintendo Switch でリリースされたゲームになります。早速20時間かけて2つのエンディングまでクリアしたんですけど、めちゃくちゃ高難易度なクロート向けメトロイドバニアでしたね。パリーができないと話にならないゲーム性とアクションバランス、重苦しくてエグいストーリー、インディーとは思えないほどの探索要素に、綺麗に描かれた 2D ピクセルアートは抜群に面白かったです。今回はブラスフェマスというおすすめ作品のジャンル、魅力、ワンポイントアドバイスを簡単に紹介します。またこの動画にはネタバレが含まれますのでご了承ください。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、高難易度のメトロイドバニアアクションになります。たびたび CS でもセールになっているのをお見かけした人もいるんじゃないかなと。私は去年に購入したまま難しすぎて放置してたんですけど、今の自分ならクリアできると意気込んでプレイしたら、どちゃくそに面白かったのがこのゲーム。主人公の介護者を操作して、フブストディアと呼ばれる世界に降り注いだ奇跡が、全ての魂に潜む罪を具現化して厄災となり、人々に邪悪な呪いをかけてしまいます。介護者は奇跡の根源を突き止めるために旅をするお話です。グロテスクな敵がさまよう中、トラップだらけの場所を突破、必死の思いでボスを倒したと思ったら針に刺さって一発デスするのが基本です。操作としては、攻撃、パリー、回避、ジャンプの4種類とシンプル。敵はステージに固定配置であり、一度倒すとセーブポイントで回復するまでリポップはしません。パリーは物理攻撃には当てれるので、相手の攻撃モーションを見極めてパリーカウンターがかませます。回避はスライディングになるので、相手の攻撃をかわすのに役立ちますが、距離をミスると被弾します。二段ジャンプはなくて、 ZR ボタンプラスジャンプ攻撃でダメージを与えると微妙に浮遊できます。全体的なバフとしては、懺悔の剣の祭壇で敵を倒した時やイベントでもらえる償いの涙を使用しての攻撃アクションを強化できます。また見つけることで介護者自体の攻撃力も若干上がります。ロザリオはステージで拾ったりイベントアイテム購入することで装備でき、パッシブ効果をもたらしますね。最初はつけれる装備品も少ないんですけど、ロザリオの結び目を見つけて鎖で遊んでるやつに捧げると増やしてくれます。生物はステージ攻略には欠かせない装備品ばかりなんで、中盤以降で全く取れてない時は一度探索に戻ることをお勧めします。祈りはボスを倒したりイベントでもらえる必殺技になりますね。こちらが体力ゲージで、こちらが熱情ゲージ、これが選択している祈りで、これが回復できる単純のフラスク瓶の回数、これが償いの涙の獲得量ですね。主人公がデスると熱情ゲージに財貨が蓄積されていくんで、デスポイントに回収しに行くか、告白者の石像に償いの涙を捧げると取り除けます。最大体力も最大熱情もあるポイントで最大値を上げれます。収集アイテムは骨と赤ちゃんがあるんで、見つけたら取っておきましょう。敵はグロデスクな見た目から人間っぽいものまで様々なので、ダークファンタジーを存分に味わえるんですよね。ジャンルとしてはこんな感じです。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、針による一発デスの中毒性。往年のレトロゲームを思わせるような針の一発デスが頻繁に起こります。これがマジで辛いけど楽しい。ステージのトラップは正直に針が主になり、毒ガスや泥沼なんで可愛く見えるほどです。至る所に針があるんで、ジャンプを使ったはしごの行き来や地面が全く見えない場所で必ず針があるので注意してください。最近のメトロイドバニアではダメージ量を追う仕様が多いと思うんですけど、ホローナイトバリにメンタル持ってかれます。しかもセーブポイントからのやり直しになるんですけど、その数がめちゃくちゃ渋い。エリアに多くて2個しかないので、奥まで進んだ後のワンデスの重みがかなり響きます。ほんまにデスってはデス、そしてデス、さらにデスでメンタル持ってかれてから、慣れという中毒性がめちゃくちゃ面白くなってきます。デス戻りからのステージ把握でうまく突破した時の歓喜は半端ないです。この感覚になった瞬間からブラスフェマスの始まり。2、
パリーありきのゲームバランス。序盤から中盤にかけては介護者がとにかく弱いんで、パリーができないとエヒエリアもクリアできないのを覚悟してください。マジでパリーが重要。一度でも被弾すると体力がありえないぐらい食われるので、とにかくパリーして体力を温存しないと全く進めません。ゴリ押しで倒せると思って攻撃を続けていくと、ノックバックせずに無理やり殴ってくる敵ばかりなんで、落ち着いて対処。普通にキルよりもパリーをしてのカウンターの方が体力を大幅に削れるのもポイントです。この動作に慣れた瞬間に超絶に楽しくなるので、早めに感覚を掴んでおきましょう。中盤以降からは主人公も結構強くなってるので、祈りとのコンビネーションで倒しやすくなります。とにかく序盤から中盤にかけてはパリーのタイミングを覚える作業になりますね。3、綺麗な 2D ピクセルのエグさ加減。ヌルヌルキャラクターが動くのも最高なんですけど、モブキャラ、敵キャラ、ボスキャラが非常に作り込まれています。特にボスの臆する悲哀の番人、消防の聖女、埋葬の大司教メルキアデスにシエルペスなど非常にリアルで、この世界観を存分に楽しめます。ちなみに用語は難しい言葉が多いんですけど、なんとなく理解できてる風でプレイできるのも吉。一定数ダメージを雑魚的に与えた瞬間に処刑モードで特殊エフェクトが見れるんですけど、処刑の仕方のバラエティが豊富すぎて見とれてしまいますね。こんな処刑あるんかいな。そういった楽しみを含めてゲームの世界観にのめり込めるのも特徴。4、探索要素が多すぎるボリューム。マップが広大すぎるのも魅力の一つではあるんですけど、それに合わせて探索要素のボリュームがマジでヤバいです。中盤以降から装備品の抜けが非常に気になりだして、自力で色々と探すとほんまに見つかりません。正直 Google 先生に頼って埋めていったのは声に出して言いたい。特にロザリオのガラン城の銅像、生物の金糸の布地は中盤でも使えるので早めに欲しいところ。自力だとクリア時間に50時間以上かかってた気がします。このロザリオ、生物が集めながら充実してきた時は完全にハマっているので大丈夫。5、クリア時間は20時間。1周目で2つのエンディングを見た時のクリア時間は20時間ほどでした。 DLC で追加された新エンディングは1周目では 120% 気づかないのでしょうがない。通常にプレイしていけば A エンド、そして B エンドの流れで見れます。中盤になってくると取ってないアイテムの回収に勤しむと思うんで、介護者を思う存分堪能してください。最後にワンポイントアドバイスになるんですけど、このゲームのファストトラベルは要所要所の手のマークでのエリア移動が主になるんですけど、アルベロの教会で償いの涙を2万個寄付すると東大館でファストトラベルできるようになります。これが超絶に楽。三試練でもらえる聖書が一つでもあれば教会の扉が開くので、真っ先に寄付しておく方が良いかなと感じ取られます。ちなみに寄付で得られる効果はこんな感じです。に留めておくと良いかもですね。以上になります。レトロな高難易度メトロイドバニア、ブラスフェマス。綺麗な 2D ピクセルアートでダークさを十分に感じられ、ステージでの張りでの一発ですの中毒性。ゴリ押しで倒せると思いきやパリーの重要さを思い知る。良ければ皆さんも高難易度と言われるメトロイドバニアをプレイしてみませんか。きっと祈りでの安息の地のサラバントとトゲの神に送るティエントが有能すぎることに気づいたら、ボスを倒すことよりもステージ突破の方が難しく感じてしまいますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。